ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。私がケーキを食べ終え、それでは試合を始めます。お茶会ね。たかがおやつの準備も結構大変だな。おい、そのチョイスはなんだ。エスカレーター組のセンスはどうにも理解できん。このセンスがわからんとは。外部生はこれだから困る。それに良し悪しを判断するのはあくまでもマリー様だ。私の選択したものが評価された時、せいぜい吠え面を書くことだな。ほら、泣いてみろ。何を、ねえ、わわ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 わ。二人ともここにいるのかしら。で、あ、はい、安藤います。同じく押田もいます。そう、ならちょうどいいわ。今日の練習が始まるから遅れないようにね。かしこまりました。貴様がくだらんことで突っかかってくるから危うく遅れるところだったんだぞ。おい、ボタンが一段ずれているぞ。君こそ人のセンスに文句をつけるとは、いいご身分だな。おい、そのジャケット裏返ってないか。そんなバカなことが。あ、本当だ。よし、これで大丈夫か。そっちはどうだ。こっちも問題ない。じゃ、練習に行くか。そうだな。
完了したぞ。敵車両を発見したわ。食べるケーキは格別ね。次はどれにしようかしら。練習中に食べるケーキと何が違うんだ。マリー様、あまりケーキを食べすぎるとお体に。戦車道をやると疲れるでしょ。それに美味しいんだからいいじゃない。糖分は大切なのよ。程度ってものがあるんじゃないですか。食べすぎると。いった。おい、何をする。お体をいたわることも大切になさってください。マリー様に代わる方はいないのですから。ああ、そういうことか。そうね。今日はこのくらいにしてあげようかしら。試合終了。